私、前方後円墳ギャルのコフィー、お久しぶりです。あれから3年、私も20歳になりまして、今は国立古墳大学に通ってます。あ、ちょっと声が違うと気づいたかしら。そう、声優さんが変わったの。どうして声優さんが変わったのかとか、そういう気持ち悪い詮索はよしてね。単に前の声優さんが私の声を続けるのが嫌になっただけだから心配しないで。古墳高校時代の他のみんなはどうしてるかって、まず忍徳くんは同じ大学の医学部に通っているわ。大学でも相変わらず女子に大人気で、しかもメンズセメタリーの専属モデルもやってるの。ドロシーは古墳短大に入学したけど、ほとんど大学には来ないで毎日渋谷で遊び歩いてるみたい。桶狭間先生は私たちが卒業した直後、突然乱心して嵐の素顔の振り付けが止まらなくなり、そのまま教師を辞めたので、なぜか今は大学の生協で店長しています。店長の桶狭間じゃ。なんじゃこのパンは。焼きそばが食べたいなら焼きそば、パンを食べたいならパンと2つ買ってもらえば当店の売り上げは2倍になるではないか。でもうちの店では一番人気ですよ。そうそう、忘れちゃいけないのがダニエルね。すっかり忘却の彼方に葬り去ってたわ。ダニエルは大学受験に失敗して今は浪人生。でも生活費を稼がなくちゃいけないから生協でレジのバイトをしています。他にも私のパパとかママとかペットの上田とかいるけど、それはまたの機会に紹介するわ。あ、忍徳くんだ。忍徳くん。ああ、コフィーちゃん久しぶりね。忍徳くん、いつもメール送っても返事がないけど、どうしたの？ごめん、メールはあまり得意じゃないんだ。見ての通り僕は大きいだろう。ボタンを押し間違えちゃうんだ。そっか、私も気を使わなくてごめんね。ねえコフィー、忍徳くんとあなた知り合いなの？すごい、この大学のプリンスよ。高校が一緒だったの。それにね何よそのアルカイックスマイルは。さてはあなたたちもしかして。ねえ見て、あの人生協で働いてる四隅突出型墳丘墓じゃないの？え、あ、ダニエルじゃない。ダニエル、知り合い？知り合いというか、なんかいつの間にか知ってたって関係かしら。なんでドラッグストア建ててるの？ダニエル。あ、コフィーちゃん、悪いけど僕はダニエルじゃないんだ。え、どういう意味？僕の名前はダニエルじゃなくてズブ濡れの花嫁って名前になったんだ。一体どうしたというの？前から一体どうしたことだろうって思ってたけど。うん、僕も自分がどうかなりそうなんだ。ダニエル、いや、ズブ濡れの花嫁、埋蔵文化財の上に建物を建てるときには所定の手続きが必要なんだよ。うん、まあね。あ、逃げたわ。させるか。うわうわ。無許可で建てたのね。とにかく無許可で埋蔵文化財の上にドラッグストアを建築するのは許されないよ。勘弁してくれよ、僕だって本当は嫌だったんだ。でも建てるのに200万のローン組んじゃったし。じゃあどうして建てたの？それは実はドラッグストアを建てると運気が上がると勧められたんだ。じゃあ改名したのもそういう理由なのか。うん、そもそも僕ずぶ濡れでもないし花嫁でもないのに。で、実際効果はどうなのよ？今朝駅前で2回カツアゲされたよ。でも普段は4回くらいだから効果はあるといえばあるかも。ダニエル、そのドラッグストアを建てた業者はどこだかわかるか？わかるよ、ヘルヨさんからここを勧められて。やはりな、この業者アブクマコンツェルンだ。アブクマコンツェル、あの前のテレビシリーズの第1回に登場したアクトフ建設業者ね。そうか、どっかで見たことがあると思ったんだ。ダニエル、いや、デビルマの花嫁。ずぶ濡れの花嫁だよ、今無理やり間違えたでしょ。いや、もうダニエルでいいよ。ダニエル、その占い師ってどこにいるの？駅の裏側の雑居ビルにある後藤ヘルヨのスプーン曲げ推奨タロット占い風水エディション。あ、知ってる。うんうん、最近テレビでも取り上げられてるのよ。よし、ずぶ濡れのダニエルで言ってます。ダニエル、僕が言ってその占いのインチキを暴いてやろう。忍徳くん。あ、ごめん。もしもし。あ、先生。そうですか、わかりました。どうしたの？教授から呼び出しだ。すぐに済ませるから待っててくれ。ああ、本当に僕がバカだったよ。もうだらしないわね。